目指せ動物の森アミボパ。はい、おはようございます。手紙来ておらず。さて、挨拶するか。お、なかなかイケメンじゃね。グレースの服着てない、こいつ。グレースの服だよね、これ。ちょっとご挨拶しましょうか。すごいな、なんか運命の差だな、顔が。ロボ、おめえこの村のやつ。あ、この感じはあれですね、ムーさんと同じ感じの性格かな。俺はこっちに引っ越してきたロボってもんだ。おめえとはいい付き合いができそうな気がするぜ。よろしくな、のな。口癖のなってどうなんだろう。まあせっかくだから、なんか退屈なんでね、聞かせてくださいよ。はい、僕の噂ですか、何ですか。鼻好き。来て早々俺の噂流れてんの、お前のところに。はえーわー、メープルちゃん、イケメンさんが引っ越してきたよ、これ。こんにちは、ミオトさん。今日も元気そうですね。そういえば私に何かご用ですか。話しに来たよ。ミオトさん、今からお家。ちょっとメープルちゃん、なんだよ。全然いいよ、来てくれよ。それで俺のことを好きになってくれるんだったら、ほら、いいだろ、ロボ。うちの村のアイドルだぞ、この子が。ほら、紹介してやるよ、ほら。この子がうちの村のアイドルだからな、手出すんじゃねえぞ。これ俺のもんだからな。どうぞ、メープルちゃん。どうぞ。散らかっとる。ドリアン置いてる。匂いがきついって。俺の部屋匂いきついって。ごめんごめん、メープルちゃん、ごめんって。ごめんってごめんって。匂いは気にしないで。まあやっぱり想像していた通りの素敵なお部屋ですね。お世辞でも嬉しいよ。だって、木の苗だらけだぜ。落とし穴の種もこれ置いたんだぜ。そうだ、思い出したんですけど、まあ、メープルちゃん、これ僕があげた体操服なんですけど、まあその返事がね、みんなから来たんですよ。これ。まあこれはお母ちゃんなんだけど、アイリス、ボルト、トンファン、メープルですね。ちょっと見ていきましょうか、一個ずつ。アイリス、あんたの手紙最後まで読ませてもらったよ。喋るのもいいけど、たまには静かに手紙を書くのもいいもんだね。また手紙待ってるからね、と。アイリス、ありがとう。プレゼントはついてないけどね。服着てくれてたんで、アイリスはありがたいです。で、トンファン、嬉しいお手紙に僕が心を込めて返すよ。この便箋は僕のチョイスで特別に取り寄せたものなんだ。僕の言葉に癒されたかな。癒されません。こいつはね、服も着ないしプレゼントもつけないしダメなやつです。で、ボルト、突然のプレゼントだなんて、なんてサプライズだ。サンキュー。実はずっと前からこれを渡そうと懐で温めていたんだ。結構使えると思うよ、と。これボルトさんからのプレゼントってことは楽器じゃないですか。これ期待しちゃいますよ。見ちゃいましょう。オープン。あ、服、甲冑、熱いわ。で、今いるメープルちゃんですね。突然のプレゼントにびっくりしてしまいました。実は私もあなたのために用意していたこんなプレゼントがあるんです、と。ちょっとありがとう、メープルちゃん。家具、ログハト時計ですね。アールパーカー好きです。じゃあメープルちゃん、俺出るよ。でしたら私もそろそろ失礼させていただきますね、と。さてさて、そんな嬉しいね、メープルちゃんの訪問から始まりました今日の動物の森ですが、今日はね、村づくりを積極的に進めていこうかなと思っておりまして、まあ前回ね、ロボによって潰された花と低木、まあここはもうしょうがないです。しょうがないんでね、この先どうするかだと思うんで、まあ考えていきたいと思います。で、どうやらピンクのコスモスも潰されたみたいですね。本当にもうロボはね、悪くないよ。タヌキが悪いからね。今日はテントはなーい。まあうち今、まあロボが来て9匹じゃないですか、住民が。これもう早く10人にした方がいいと思うんですよ、住民の数を。メープル、かわいいミオボン見つけたよ、焼き鳥。言葉がカオス。この間テレビでスターのお部屋訪問をやっていたんだ。あれってすごく楽しそうだよね。そうだミオボン、僕ん家にお部屋訪問しに来てよ。今日は無理。そっか、じゃあまた今度遊びに来てね、焼き鳥。ごめんね、今日忙しいんだ。で、マックス10人にした方が、これ逆にそういうタヌキテロとか起きないんじゃないのかなと思うんですよ。で、10匹目ってなかなか普通に前のロボみたいに立つことって少ないんですよ。だからもうテントが立ってたら誰でもいいんで、もう住民住むように勧誘します。勧誘してここに住民を来させてマックスにして、そのマックスになった状態で村づくりをやった方が確実かなと思ったんですよ。だからとりあえず
テントが立つまでは、まあ、村づくりも積極的に進めつつって感じでやっていきたいと思います。で、見渡した限りだと他ね、テロが起きるような場所ってもうないんですよ、ほぼほぼ。こういう風にマイデザインを貼っていたりだとか、あとまあこういうね、家があったりだとかでちょうどいいんですよ。もしかしたらここ立つかなとも思ったんだけど、多分立つほどのスペースがないと思われるんで、ほんとね、調べた感じだとあそこだけがたまたま空いていたって感じだったんで、とりあえず大丈夫だと思う。テロは起きないと思う。そういうことで今日は積極的に村づくりをやっていきたいと思います。もしかしたらね、動画の時間が長くなってしまうかもしれませんけれども、なんか日を渡ってね、見ていただいても全然 OK でございますので、お付き合いください。で、今日はまずですね、線路あるじゃないですか、こっちこっち、ここね、ここにまず木をね植えたいと思うんですよ。まあなんていうか、この線路の部分、正直そのなんだったかな、木とかフルーツの木とか植えたらちょっとおかしいですよっていうね、意見ももらったんですよ。もらったんだけど、ちょっと試しにやってみたい。ここを除いてここの部分を除いて、まあこういう端っこの部分、ちょっとフルーツの苗でも、苗っていうかフルーツでも植えてみようかなって思ったんで、まあリセット監視センターも邪魔だけど、ちょっとやっていきたいなと思います。で、植えるフルーツはですね、ライチ、ドリアン、マンゴーですね。これらは多分、まあ、島に行かないと手に入らないフルーツなんで、それらを、まあ、線路沿いに植えていきたいと思います。多分ここだったら枯れると思うんだよね。まあいわゆるこの木の、なんだろう、遮られてる場所があるんで。で、正直崖の近くも怖い、もしかしたら枯れるかもしれないんで、こっからスタートにしましょうか。これで全部枯れたら面白いけどね。電車通りまーす。マンゴー、ドリアン、ライチ、マンゴー、ドリアン、ライチみたいに交互にやっていきたいんですよ。あー、ここじゃない、ここじゃない。で、間違ってね、この植えたやつを掘り起こさないように気をつけないと。マンゴー、ドリアン、ライチと。で、ここにと、ライチですね。まあ、ライチの数が少ないんで、これはなってからまた埋めるという感じでやっていきたいと思います。じゃあ早送り。ここは多分枯れるな。しまったな、くそくそ、ここは計算していなかったぜ。まあ、ここはいいとして、この隙間にどうすっかな、低木植える。まあ、低木植えたいんですよ、正直なことを言うと。植えるかな。でもここだったら枯れるかな、低木。一個前のスペースだから、ここの方がいいかな。これと狭くなっちゃう気がするんだよな。あれ、ここ枯れなかったっけ。あー、どうだったっけな。ちょっとコメントください。多分枯れなかったと思うんだよな。きっと低木は隣り合わせでも大丈夫だった気がする。斜めだったらね、絶対に枯れないんだけど、真横ってどうだったっけな。この時どうしてだっけ。あ、全部取っちゃったんだ。やっちまったな。どうしましょうかね、これ。どうしよっかな。俺、ぶっちゃけ、ここは竹を植えたいんで、これ、難しいな。どうすっかな、こっちは。とりあえずあっちだけにするか。ここは竹を植えよう。じゃあ、竹の子持ってきますか。これ、結構、場所限られるんだよ。ここだったら多分、枯れるよね。基本、こういう、水回りって、枯れるもんね。植物とかって、あぶね。だから、植えられる場所が結構限られてる。今掘ってる部分は確実に、植えることができない場所なんで、場所が場所だな、これ。そしたらここに植えれたら最高なんだけどな。おー、どうすっかね、これ。枯れるよね、多分ここ。で、視聴者さんのコメントにあったのが、端一個ずらした方がいいですよって。確かにその方がまあ、その竹の道を作るってなった時に楽なんですよね。楽というか、スペースがあるから行きやすいんですよ。でもなー、そうなると俺、対照的なのが好きで、ここがちょうどいいと思うんですよね。どうすっかなー、これ。まあ、ミヨンちゃん登場させる予定なんで、この後とりあえず消しちゃいましょう。消して、ここにね、端を一個上にしたいと思います。消しの消しの、だからここも消しので
この苗もちょっと無駄になっちゃったね。よっこらっせー。うまいことこの穴の部分に低木植えて、低木の道、後の竹の道みたいな感じにするのがいいと思うんだけど、そしたらね、なんか枯れそうな気がして、ここが。ここに植えれたらベストなんだけど、枯れるかな、これ。多分、ここは枯れんのよ。あ、ここじゃなくて、ここ。ここに植えたら枯れるんだけど、ここ微妙なんだよな。ここどうなってんだろう。枯れるかな、これどうなんだろう。いや、わかんねえ。むずいな。でも、あれだな。竹植えるにも、まずは低木を植えないとって感じなんだよな。で、低木植えて、マックスここだから、この上に植えちゃうと今度はまた枯れちゃうから、あー、でもここだったら枯れんのか。いや、むず。むず。この地形むず。っていうか、こういう風にしたら俺が悪いんだけど。ならいっそのこと、この苗も抜いちゃって、こっから道にするとか。の方がいいかな。橋こう行って、ここスペースあるから、竹の道、いやー、難しいな、これ。なんか、いい意見ありましたら教えてください、なんか。スペース的に厳しそうなんだよな、道作んのは。やっぱここまで来るとね、なかなか失敗はしたくないんですよ。だからやっぱり、村作りまだ慣れてないから、やり慣れてる視聴者さんに聞いた方が早いかなと思って、とりあえず僕の意向だけは、伝えましたので、まず線路沿いに、クナボノは植えましたと。で、その逆側ですね。駅前を挟んでの左側、こっちを竹の道にしたい。竹の道にしたいんだけど、スペースがないということで、縦はどれくらいあんだ？ここと、まず、ここは無理なんだよね。実質2マスか。余裕あるのが2マスなんだよね。あ、2マスだったら無理じゃね？2マスだったら無理じゃね？無理だよね。なんかいい方法ないかな？花かな、やっぱり。花しかないかな。竹は別のところにやるとか。諦めるしかないのかな、ここの竹は。では、恒例の住民たちの家の周りに花を植える作業ですね。今までは、ヒュージ君とアイリスとオレンジだをやってきて、ムーさんのとこもやったんだけど、引っ越しちゃって、結局台無しになっちゃったんで、今日はシャンティの家の周りをね、花でいっぱいにしたいと思います。で、シャンティは僕の中でそのバラ、赤いバラのイメージがあるんで、で、交互に赤と黄色で植えるのもいいかなと思ったんで、黄色の数がね、ちょっと少ないんだけど、交互に植えていきたいと思います。オッケーかなー。うん。いいんじゃないですか？シャンティーっぽい。俺の勝手なイメージだけど、すごいシャンティーっぽい。オッケーですね。続いては霜焼けのうちに花を植えていきます。まあやっぱり霜焼けは黄色っぽいんで、黄色を植えていくんですが、ユリとスミレの違いが俺全くわかんなくてね、4つずつ持ってきてしまいました。とりあえず交互に植えていきましょう。オッケー。わかんなくね、これ。いや、ちょっと違うか。ちょっと違うけど、ほぼ同じじゃね、これ。まあ、いつかはね、統一したいと思います。まだそんな揃ってないんでね。いや、すげえくんじゃん。どうした、今日。うふ、君と僕ってどんな色の糸で結ばれてると思う？茶色かな。茶色の糸がトウモロコシのおひげみたいだね。とても繊細ですぐ切れちゃいそう。僕たちの関係もデリケートなんだね、焼き鳥。やべえ、今日すげえ積極的じゃん。で、ペリーヌのうちの周りは、やっぱり、ピンクの花を植えたいんですよね。で、考えたら、やっぱり、ピンクのバラ？もしくは、ピンクのコスモス。まあ、さっき言ったように、ピンクのコスモスは全滅してしまったんで、また後輩からね、どっちも始めないといけないんですけど、どっちかかなと思って、あ、赤いコスモス1個足りねえな。あとでいいや。とりあえず、新しく後輩の場所を作りますね。こいつらに水をやってね。金のじょうろ欲しいよ。一個一個ね、これちまちまやるのすごい時間かかるんだよね。現在時刻6時になりました。そろそろみおんちゃんの登場といきたいと思います。
こんばんは、ミオンでーす。手紙来てるけど無視しまーす。それじゃあここね、村長が悩んだ末結局やめてしまったところここにね、貼り直して、はい、もう村長ってなんだろう、決定する力がないっていうか、優柔不断というか、もうね、なんかね、ダメ、あの村長はもう頼りにならないわ、あの村長は。こんなんだからいつまでたってもね、村作りできないのよ。はい、私がいないと何もできないんだから、あの村長、バカバカバカで。今ここの道をね、横の小道を作ろうと思ったんだけど、ミオンちゃんよく見たらこれいっぱいだわサブキャラまた作んないといけないなと思って。これさ、これいるかな、水路の橋縦いるかな、いらないと思うんだよな。待って、あそこどうなってる、あの広場、広場橋どこにあったっけ。広場の橋はここ一箇所、ここ一箇所か。どうするかな、いるいる、ここ、いらない気がする。いや、いるか、いや、キャンプ場だもんな。キャンプ場ここなんか、それこそ竹植えたりとかさ、ここ自然いっぱいにするか、変に道とかじゃなくて、それこそうまいこと芝生とか、この普通の地面とかを使って利用して道を作ったりとか、花を使って道を作ったりとか、それでもいいかもな。じゃあこれ消すか、水路の橋立て、これ消して横の小道ゲットしていきたいと思います。使わないんだったらね、そこ使った方がいいし、有効活用、有効活用。 OK、 枕木の小道横ですね、これをマイデザインに追加いたしました。じゃあ貼ってきますか。ボルトの服が変わってる、これ似合わねえぞ。よし、じゃあやっていきますか。どういう感じになるか、私も未知数ではございますが、やっていこうと思います。下がいいかな、上がいいかな。小道横2本っておかしいよね。2マスはさすがにおかしいと思うんで、どこら辺から変える、1本ここにする。まあ一応消して、あれだったらまた村長がね、貼ってくれるだけですから。隠れてるっちゃ隠れてるんだよ、ちょうどいいんだよね。問題はどっからスタートするか。レンガ道コピーってきての方がいいか、ここの方がいいか、ここにしますか。で、問題は上か下かだな。下？上？とりあえず貼ってみる。とりあえず両方貼ってみよう。これですね。枕木の小道、地面に貼る。まあ、ここじゃ見えないわな。で、もう一箇所、ここかな？ここに、枕木の小道。どうよ。はいはいはい、貼られてますね。で、これをどうするか、上にするか下にするか、悩むな。別に悩むところでもないと思うんだけどな。結局どっちが行きやすいかだと思うんだよな。まあこのな、交差する場所も微妙だけどな、正直。だったらこっからピーってね、一箇所あった方がいいし、下にするんだったらどうせ、あ、これ上にしたのか、下に変えるんだったらどうせ竹の道作れないんだったら橋を上にする必要もないし、これも下に1個してこうした方がいいから上にするか。あ、ここ見えるのか、上からだと。どうするかな、やっぱ下の方がいいのかな、これ。うわー、こっからだと見えちゃうのか、これ気持ち悪いな。悩みどころですね、これは。これは悩みどころですね。ここもおいおいやっていきましょう。なんかこういうのいいってあれば、視聴者さんからコメントを寄せて、またそれを採用させていただく形にしたいと思います。今日はこの辺にしたいと思います。まあ、個人的には結構、村作り進んだかな。木植えたのと、ここ小道追加したのと、あとは、あそこだ。霜焼けと、シャンティの、家の周りに花を植えたのと。そんな感じですかね。まあ、竹の道に関してはここ、マス的に厳しい感じしたんで、まあ、結構ね、本当に優柔不断なところあるんで、悩み悩みしながらも結構進めていく感じになっていきますので、これからもこんな感じで続いていきますが、どうかよろしくお願いいたします。なんかこう見ると十字路も変な形しますが、また次回以降ね、修正していきたいと思います。では、
本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。長丁場ありがとう。